俺ら的になしなことさせられてんだから、これぐらいなしにして、それでペイでしょ。まあね、まあまあまあ、俺ピンポイント、まあまあまあ、うん、はい、なので、うん、じゃあ番組用に、はい、まあ、どういうね、どういうのがいいんでしょうね、どういうのがいいんでしょうね、うん、まあ、2人で書くだけ書きましょうよ、書くだけ書こう、はい、3、2、1、あ、色も使っていいって、あ、了解です。番組でしょ、なんか番組に関係あるもんねえかな、ロッカーに。なんもないな、ここなんもないんだな。ちょっと待って、ちょっと視界に入っちゃったけど、お前ちょっとなんだそれ。いや、ここから、ここからここからですよ。どうしようかな、番組用ですからね。うん、そうかな。俺じゃあもうちょっと、うん、自分らしさでいいかな。うん、これをどうつなげるかな。はい、あ、はい、さあ、はいはい、テレビの形のキャラクターいるじゃない。ああ、はい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 、あの子ってアンテナかなんかついてたっけ。ついてた、あれどうだったっけかな、どんなアンテナだったっけな、あのアンテナがね欲しいんだよね。うんうん、どんなアンテナだっけ、ちょっとみんなコメントじゃそれ再現するの難しいよね。V みたいなやつなの、双葉 V そうって書いてるけど、絶対俺書いたらみんなそんなんじゃねえよみたいなこと言うんですよ。 V ね、ほんと V 書くからね俺。とりあえず、俺とりあえず書きましたね。書いた？うん、どうですか？もう終わりますよ僕も。じゃあ俺みんなのコメント読んでるわ。はい、OK できましたよ。早いな。はい、イエーイ、みんなイエーイ。うん、 T シャツかわいい、ありがとうありがとう。ほら、なんかね、骸骨、今日ポップだね、なんか骸骨みたいな、うん、やつが自分の首取っちゃってんだぜイカれてんだろはい、うんうんうん、なるほど。これはどっちからやるですか。じゃあ俺からで、はい、いきますね。はい、俺はですね、もうほとんど色使ってないんですけど全然、はい、はい、あれです。ああ、そのいつもサインとかで、はいはい、いつもで、まあ、書くときがある猫なんですけど、はい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 、その子にこうアンテナつけてみたいな。はいはい、なるほど、はい、まあステッカーとしては使いやすい、まあ、使いやすそうですね、かなみたいな、うんうん、と思いまして、うんうん、はい、じゃあヨミさん、はい、どうですか、はい、はい、じゃあ俺のキャラクターはこれです。
うん、はあ、よくないですかこれ。あ、いいですね。うん、まあメンバーみんながいるっていう、っていうことで、はい、まあね、若干そのね、ちゃんと指のサイズで、そう、ね、キャラクターね、合わせてね、うんうん、どうでしょう、いいじゃないこれね、いいですよこれは。いい、うん、うんうん、色のイメージ、これ肌色です。はい、でしょうね、はい。僕肌色です。俺それはイメージは、うん、あのマスコットも白黒じゃん。はいはい、白黒だから、はい、基本白黒で、目だけ、うんうん、ちょっとまあオットアイな感じ。おお、何色と何色？まあ、自分個人的なやつで、はい、赤と緑とか、あの色と感じして。うんうん、可愛いかな。ほう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 。あとはまあ白で。ほう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 。なるほど。はい、うん。あ、でも2人が基本レギュラーでやってるっていうのもあるから。うんうんうん。赤と黄色でもいいね。ああ、なるほど。いいっすね、うん。はい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 。な感じでもいいですかね。うん。はい、いいかもしれないですね。うん、はい。な感じです、うん。ということで、はい。これ皆さんどっちのイラストに刺激を受けたか。うん、これ、刺激を受けた方がステッカーになるってことですか？前のやつも含めてだ。あ、そう。あれ、俺前のやつもしかしてアンケート取んなかった？アンケート取んなくていいんだよね、前のやつね。そうだよね、うんうん、はいはい、うん、はい、うんうん、お前それ、前のやつ出さなくていい。あ、出さなくていい、出さなくていい。じゃあ、こうでいい、こうでいい、こうでいい、はい、ということで、はい、皆さん次、曜日どっちのイラストの刺激を受けたか、はい、アンケートに答えてください。うん、これ、勝った方の絵が世界行き後ほど。あ、なるほど。ほう、どっちでしょう。さあ、どうでしょう。刺激で言われると、うん、今その裏返しになってるやつは多分ちょっと強すぎた。ちょっと 強いというか、うん、これも結構でも、俺の手も結構刺激的じゃないけどまあね、ちょっとね、うん、さあ、うわっ、来た、曜日だ、よっしゃー来ました。はい、ということで、はい、イラスト対決の勝者は曜日です。はい、ありがとうございます。うん、負けた棺は、はい、ライフマイナス10ポイントという。おい、どんどん差開くじゃない。いいっすね。これ70ポイントですよ、残り。まあでも、またね、次、俺が負けまくるかもしれないしね。はい、うん、これじゃあ、残りのライフポイントをお互いの一応見てみましょうか。はい、出るらしいですよ、うん、モニターに。出ないの？うんうん、出ましたね。あれ、黄色のゲージ上はそんなに変わってないかな。あれ、変わってないね。え、むしろ俺の方がちょっと多い気がするんだけど、気のせいかな、これ。数字的には俺だけど、なんか結果変わってないみたいな。え、解釈でいいのかな、これ。どういうこと？あれかな、おもしかしたら俺ゼロになっても、うん、あの黄色のゲージは動かないの。動かない。え、ゾジーのは減ってる。マジ？ゾジーのは減ってるけど、俺のはもしかしたらマジでないのかな。おー、そうですか。でも、そうですかまあそんなことはないと思いますけどね。はい、そして何といってもこのイラストが、はい、どんなステッカーになるのか、ね、俺ちょっとこれ自分でこれ、うん、いいと思ってる気がするね、それ。いいと思ったんだけど、うん、うんうん、ダメかな。いや全然いいですよ、ステッカーにちょっと考えましょう後で、はい、うん、俺自分で貼るんだったら、うん、こっちがいい。あ、そっちがいいまあまあ貼りやすいよね。まあまあまあ、貼りやすいね。貼りやすい、確かに、はい、うん、まあこのイラストがどんなステッカーになるのか皆さんもお楽しみにということで、うん、はい、はい、うん、ということで、あ、もう終わり？このコーナー。ほう、終わりだね。はい、以上、書いてみやイラスト対決のコーナーでした。はい、そして、うん、ここでメールを紹介していきます。はい、今夜のテーマはナイトメアが判定、一人暮らしの常識非常識、うん、ということで、はい、ルミさんメール読んでください。はい、ですね、石川県のヨッシー44さんからいただきました。はい、44かな、うん、はい、一人暮らしなのにトイレの鍵をかけるのは常識ですか？ということです。ナイトメアが判定、ジャッジ。まあこれ常識じゃないですか。いいんじゃないですか、うん、ね、まあ、お客さんとか来てるね。まあ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 、とかしたらまああれですけどね、はい、うん、まあいいんじゃないですか。はい、はい、
それでは次、ペンネーム N さんからいただきました、こんにちは。こんにちは。私は一人暮らしをして1年くらい経つのですが、友人を入れたことがありません。ほう。絶対嫌だというわけではないのですが、なんとなく嫌で、これって非常識でしょうか、うん、ということです。ナイトミアが判定、ジャッジ。まあまあいいんじゃないですか。いいと思いますよ。ねえ、別に嫌がってる。まあいますよね、入られたくない方とかね。うんうんうん、いいんじゃないですか。はい。それでは次、兵庫県のマリーヌさんからいただきました。私はフライパンや鍋で作った料理をお皿に盛らず、そのまま食べてしまいます。これって非常識ですかね、ということです。一人暮らしだもんね。一人暮らしですね、はい、ナイトミアが判定、ジャッジ。ちょっと、あ、そう、いや、いや、全然いいんですけど、ちょっとなんか火傷しそうじゃないですか。まあでも、あ、まあね、ジュッてなりそうじゃないですか。でも、その後、まあちゃんと綺麗に掃除とか考えれば、まあね、あ、節水とかにもなりそうだね。まあ洗わせていいからね。まあね、それだけで、ね、うんうん、でもどう、いいんじゃないのかな。みんな、みんなどうなんだろうね、どうなんだろうね。これでも一人での時はいいけどね、誰かいる時はちょっとね、あれですよ。みんないい、ありあり、あ、よくないってやっぱお行儀悪い。そうね、あ、それはそう、確かに、うん、なるほどね。あ、うん、まあ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 、うん、はい、そんな感じで、じゃあ次いきたいと思います。埼玉県のマリアさんからいただきました。一日中テレビをつけっぱなしにしておくのは常識ですか、非常識ですか、ということです。一日中つけっぱなし、うん、はい、うんうん、ナイトミアが判定、ジャッジ。これ非常識かな、うんうん、ね、まあ電気だからね、うん、見ない時は、うん、消して、うんうんうん、でちょっと寂しい時あるじゃん、なんかこう、はい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 、音がないと寂しい、はい、っていう時は、まあ、音楽かけるなり。あ、でも、あ、そっちの方がいいっすね。じゃないですか、うんうん、確かに、うんうんうん、まあでもいるよね、結構見てないのに結構ずっとつけてる、そうそうそう、いますよね。まあそのあれだよね、その家でなんかしてて、うんうんうん、その耳に情報が入ってくるじゃん、うんうんうん、それが自分の知りたかった情報だった時にこうパッと見れるから、あ、情報が入ってきやすいは来やすい。ほう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 、まあ電気代もあります。まあそうだよね、うんうん、はい、そういう感じですかね。それではこれ最後ですね、高知県のナイトメアさんからいただきました、一年中こたつは出しっぱなし、これって非常識ですか、ということです。ほう、ね、ナイトメアが判定、ジャッジ。まあこれはちょっと俺真ん中かな、これは。夏もでしょ。うーん、夏は、まあ夏はね、うん、あれだけど、まあめんどくさいか、片付けるのがめんどくさいか、めちゃくちゃこたつが大好きか。ああ、でもさ、ね、あれ布団って大丈夫なの、その出しっぱなしで、そのカビとか。あ、まあでも洗うんじゃないですか、多分そこは。洗ったりもするんだ、うん、あ、じゃあまあまあまあ、じゃあいいんじゃないですかね、うん、まあ、な、そんないないよね、でもね、多分一年中出してる人はね、うん、あんまりいないと思う、うんうんうん、もう最後ですか、もしかして。そうですね、最後です。はい、早かったね、うん、ポン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 いっちゃいました、ね、ポン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 いきましたね、はい、はい、ということで、うん、以上、ナイトメアが判定、一人暮らしの常識非常識でした。はい、ということでですね、はいはい、爆裂ナイトメア、はい、そろそろお別れです。ほう、やっぱ早く感じるよね、はい、うんうん、いや、まだ10分あるな、うん、10分あるね、まだ10分あるとありますよ。これエンディング10分いける？うん、まあそこをね、なんとかあれしましょうよ。おう、いや、うん、いいんだけど、いける、いけるか、うん、いきましょう、はい、うん、ということで今月の放送いかがだったでしょうか、はい、うんうん、もうちょっと、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアヒツギ。通りで早いよね、終わるのが。そうだよね、いやー、これは